どうも、こみです。さて、本日はこちら TH コンプリーターさんからですね、お届けしていきたいというふうに思います。いやー、相変わらずですね、このクランはなんかもうファンタジスタが多いね。見てて楽しい攻めがすごいいっぱいあります。今回も、まあ見せてくれてますんで、行きましょう。ですね、今日のテーマ、ラバルですね。ラバル見てきたんですが、ちょっと前に私のチャンネルですね、タウンホール11から13、幅広くクラン対戦動画中心に扱ってます。で、やっぱですね、クランにいると対戦でね、いい結果出すかどうかって、すごく大きなモチベーションだと思うんですよ。そこら辺のですね、ヒントになるような、皆さんのヒントになるような動画がお届けできたらなというふうに思っておりますので、もしよろしければ最後までご覧いただきまして、ね、これ、まあいいなと思ったら、グッドボタンとか、チャンネル登録まだの方はしてもらえたらすごく嬉しく思います。で、今日はですね、まあ、やるやらないは別にしても、めちゃくちゃね、やっぱり見応えのあるファンタジーをね、見せてくれているので、まあ、それをちょっとね、一緒に、体験していこうと思います。合計4本ですね。まず1本目。なんつってもね、TH コンプリーターさんは、このミダゴクさんがですね、なんていうのかな、もうタレントなんですよね。本当に。歌も うまいし、クラクラもうまい、ね。しかも、なんかやっぱね、結構お若い方なんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、すごくね、落ち着きがあって、なんか、人としてなんかすごくかっこいいなって思いますよね、僕ね。本当に、女性だったら惚れるかもしれない。気持ち悪いか、やめとこう。いらんこと言っちゃう、なんかね、稲子さんに怒られますね。はい、というところなんですけども、これ、まあまあまあ、この無駄話をしてられないんですよ。呪文見た方は、おい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 と思ったんじゃないですか、この。コウモリ8枚これ何に使うの、このコウモリっていう感じですよね。本体ね、ラバルを回す場合って、まあ、言ってもフリーズの呪文とか、あとレイジを使ったりとか、ライトニングを使うとかね、天才ラバルとか、あとスパビズラバルっていうのはまあありますよね。今回、スーサイドラバルなんですよ。本当にもう、単純な。なんですけども、おそらく呪文枠いらないと思ったのかな。なんか、ものすごくね、呪文をね、贅沢な使い方をするんですね。ヘイスト1枚のフリーズ1枚よ。一体何なのこれはと。いう感じですよね。まあ、ライトニングとクエイクを使って、ここをロイちゃんで折ったっていうのは、まあ、テクニックがありましたけども、まあ、ほぼほぼだから、もう呪文これいらなかったんじゃないのかな、みたいな感じが、ちょっと若干しますよね。で、中央部分に入った時に、相対するここ。アーチャークイーンに対しては、もう、ノーケアですね、ノーケア。しっかりタウンホールのところに、多分これ、スニゴブと、あと、イエティが入ってたのかな。これ確実に落としていって、ここの、宝石機の真上からドバババババってコウモリで出していくんですね。で、おそらくバルーンはね、このアーチャークイーンに全部やられてもよかったと思ってたと思います。で、要はバルーンは正味さ、バルーンの仕事って、お前はもうここだけ削れと、ここだけ削れ。あとそこから先は全部コウモリがやるからみたいな感じだったと思うんですね。なんだけど面白いのはさ、これ、コウモリがさ、この辺まではいいのかな？どこだっけな？なんかね、すげえね、一気にやられちゃう。そう、これ、赤爆弾、ガンゴイルの赤爆弾に巻き込まれて、結局全部やられたから、これ危なかったよね。もしもこれ、アーチャークイーンがちゃんとさ、そのバルーンで処理できるようなぐらい、バルーン残ってなかったら、あわや事故があったかもしれないっていう。こういうなんかね、最後にオチを残してくれるところもミダゴグさんらしいですよね。なんですけども、ああ、すごい。序盤のテクニックすごかったですよね。ここ、しっかりアーチャークイーンとキングで、ここのところ、中に入れていきながら折っていって、で、さらにここの、十字方面に対してはロイヤルチャンピオン、プラスライトニングクエイクですね。これを使って折っていく。残ったこのゾーンっていうのを、バルーンですね。バルーンで折っていって、ここに関してはバット。まあ、こんな感じ。まあ、こんな感じの、ロイヤルチャンピオンのキング、おっと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 、なんだこれ、シメジが出てきた。キング、クイーンですね。こんな感じ。いや、すごいね。このプランニングを考えるのもすごいし、それをここまで綺麗にやりきるっていうのもすごいし、まあすごい。もうすごいしか言葉が出てこない。本当に。ちなみに、なんかさっき、上で出てきた示しとコラボしてる呪術なんとかっていうアニメ面白いんですかね。なんか最近よく聞くんですけどね、まあちょっと手をつけられてなくて、面白かったらぜひ出てください。夜ね、夜な夜なこうアニメはちょっと見たりしてます。日本のテレビ見れるんですよ、どういうインターネット経由。あ、一応これ合法です。合法でね、そういう契約をして。はい、で次、アマシンさんですね。
これもね、すごい、ヒーローをバラバラに出すんですよ。やっぱりですね、ラバルをする上でやらしいのは、アーチャークイーン、投石機、ロイヤルチャンピオン、防衛援軍なんですね。これらをどう完封するかって考えたときに、フェイクライトニングからのロイちゃんで、ここね、ここまずここ。ここでシールドをこのウィズドに当てることによって、クロスボウ投石を一気に折っていきます。で、さらにロイちゃんはこの辺低火力帯をガンガン殴っていくっていう感じ。で、ロイちゃんもこのまま任せちゃって、これインビジ使うつもりだったのかな、もしかしたら。でもちょっとわかんない。シングルインペルに向かうんだったらインビジを使おうと思ったのかもしれない。インビジの使いどころないんで。で、北側からはアイスゴーレムキングで相手のアーチャークイーンとシングルインフェルノをこの辺を、処理していく。上からは同じくアイスゴーレムアーチャークイーンでこう処理していく。これキングとクイーンにアイスゴーレムをそれぞれ当てて、でこの壁の区画の中をがっつり削っていくんですね。で残った、この感じこのメガネ型の、ひょうたん型ともいうか、あのエリアっていうのをラバルで一気にゴーンと押し込んでいくわけですよ。いや、このヒーローの使い方を、しかもさ、ちゃんとこういう風になんていうの、狙ったところを処理できるかね、ほんと。僕自信ないね、マジでこれは。いやー、もうラバル使い慣れてんのかな、マシンさん、やっぱり、冒頭に。もうちょっとね、次元の違いを感じるラバルですね。マジですごい。で、ちゃんと、これも両側からこう、包み込むようにね、優しくバルーンで包み込むように、ふわふわふわと出してきて、ニョンニョンニョンとこうね、いくわけですよね。またここからうおーっとこうね、広がっていくという感じ。広がっていくもないか。この部分だからロイちゃんね、カットしてるから、序盤こそ広がっているものの、終盤はもう直接的に進むんですね。さらに裏からのこの憎い裏バル。いや、裏バルかっこいいっすよね。なんか、裏バルってすごい戦略的じゃない?なんか思うんですけど。僕なんかそのね、アンホール9の頃、やっぱりゴビーバっていう、ゴレウィズ・バルキリーで中心部えぐって裏から、ホグを回すっていう戦術にハマってたんですけど、やっぱね、これはね、裏バルに実はやっぱ憧れがあったんですよ。だから、ゴーレムとヒーローを使って中心部えぐってからの、ラバルで、外周えぐるっていう、いわゆるハイブリッドと呼ばれていたのかな、今、まあ、もしかしたら。まあ、この攻め方っていうのも、すごく、かっこよくてやってたんですけども、まあ、それの名残というか、裏バルってやっぱかっこいいなって思いますね。なんか見てて、すごい、なんか、おぉ、戦略的だなっていうふうに。もう、そこが残ると分かっているみたいな感じでね。読みに読んでからの一手みたいな感じするんで、僕は好きです。はい。ですね。で、次見ていきたいのがこれですね。結構、野良戦、Tコンさん勝ってんな。15番のこれですね。このアタック。やっぱね、孝一さんのアタックなんですけども、トップビズラバルは外せないですね。このラバルの話をするときには。これやっぱね、タウンホールに僕は当てたくなっちゃうんですけども、タウンホールに当てるんじゃなくて、まず序盤にトスウィズラバルを使っておいて、でヒーローパートをね、しっかりと何ていうのかな、伸ばすために使うっていうのかな。でやっぱいいですね、今回のトスウィズラバルは。このもう完全に中心部分、このクロスの部分、ここに落としたかったので、多分ね、本当はね、本当は多分ここに落としたかったんだと思う。ここにちょっとね、そこまで行ききらなかったと思うんですね。ここに、今書いたここに落とせば、ぐーっと歩いていきながら、この辺全部こう、わーっとやっつけてくれたと思うんですよ、こういう風に。多分それを狙ったんじゃないかと思います。だから多分ラバーを使って、確実に届けたかったんだと思うんですけども、出す場所が若干ね、アンホール寄りになっちゃいましたね、これはね。で、そこから、ね、本当は防衛軍もおそらく、スパビースで処理するつもりだったんだろうなと思うんですけど、スーパーカーゴール残っちゃってますが、しっかりポイズンを当てていくことによって、キングで竹取って、ポイズンで削ってアーチャークイーンに刺していくという感じですね。ビドラのカットすごくうまいですね。この部分だとしてるので、アーチャークイーンはこのまま、アンホールとかビーストとかをしっかりこう削っていってくれるという感じですね。で、ロイヤルチャンピオンがまだ今出てきましたね。そう、これ。バーバリアンキングをしっかりと中の方に入れていって、シングルインフェとか、まあ、クロスボウとかのタゲを取らせておいてからロイヤルチャンピオンを投入することによって、ロイちゃんを先に出しちゃうと、クロスボウとかのタゲが一気にロイちゃんに向いちゃって、だいぶダメージ食らっちゃうんで、そういうところも避けていくという。相手のロイちゃんに関してもきっちりとストライカーを出して処理していくというところだったんですけど、このストライカー、残念ながらキングがいなかったんで、そのままやられちゃいましたね。アーチャークイーンを釣るのにキングが、トラック、間違えた。キングがアーチャークイーンを捨てたところにストライカー出そうと思ったと思うんですけども、多分ロイちゃんと、ロイちゃんのね、
この、クロスボウインフェルノを折るときのフリースと多分タイミングがかぶっちゃって、なんだ、ストライカー出せなかったんじゃないかなと思います。まあ、ただですよ。ただね、こんな感じで、もうだいぶバルーンを回すもうルートが出来上がっているし、なんなら、大量のバルーンがいるので、もうこの時点でまあ、当分残ってますからね。当分贅沢に使っていって、しっかりと、投石機、アーチャー機のダメージを、していきながらバルーンで一気に残った防衛を押し切っちゃうというところですね。もう数の力でアーチャークイーン無視状態ですね。いやー素晴らしい。突撃でこの辺を潰していきながらこんな風に、なんだ、ルートを作っていって、このルートにバルーンをこういう風に当てていくことによって、このなんていうのかな、この直角三角形の対角線みたいなところ、ここにやっぱり集まるんですよ。こういう出し方をすると。集まることを分かっているので、おろしさん、おろしさんね、いや、コーヒーさんですね。まあ、分かっているので、そこにまず集めてバルーンをここに誘導して、他にこの上方面からも追加していくことによって、バルーンをこう下方面に誘導。この2つの誘導ですね、結構ハイレベルだったと思うんですけども、まあ、すごく綺麗に決まってましたね。というところで、最後1本ですね、ちょっとカンクラから見ていきたいと思います。はい、こちらですね、カンクラに参りました。で、ですね、今日見てほしいカンクラからの一本は、ハッシーさんですね。ヤマモンズリーダーの方なんですけども、昔から結構、クラン間交流があって、サブアカがカンストかな、質のでタウンホール13の、こっちに1アカお返しくださいということで、心よくですね、心よくじゃない、なんていうの、企画に来てくれました。で、こちらもぜひウェルカムだったんでね。なんだ、今、赤を置いてもらって一緒にやってるというところですけども、いや、もともとね、やっぱこの方ね、発想力がすごいいいんですね。で、今回のこの攻め、秘書権ではあるんですけども、なんで、ここの、大工小屋があるこの通路に巨爆がないことを分かっていたので、ならば、ここに突撃艦をぶち込んでやろうと。で、スパビスでガッチンガッチンに削ってやろうということですよね。ちょっとこれ一瞬遅れてあわやでしたけども、まあ、遅れてあわやのおかげで、防衛軍釣り出しましたね。この防衛軍釣り出した防衛軍にしっかりスパビスがアプローチしていって、スーパーガーゴール潰してくれました。潰してくれながら、タウンホールも削ってくれてるんで、これ相当大きなアドバンテージになってますね。もう一回これなんだろうな、インビジ使って、この、投石機とロイヤルチャンピオンを狙ってもよかったんじゃないのかなっていう気もまあしなくもなかったんですけどね。このシングルインフェルノのタゲを一瞬外すのに使いましたね。これもうまいですね、本当に。ババキンがこれでシングルのタゲを受けずに済んでるというところ。で、キング、ロイちゃん、クイーンがこう、みんな束になって動いてるの分かりますよね、ここから。団子になってこう動いてるんですよ、こいつらが。で、ここをいつの間にか、イエティ使ってカットしてます。なので、ババキンを内側に誘導するんですね、このカットによって。で、ロイちゃんが、ババリアンキンが来る前に、まずはある程度削りを入れておいて、さらにここで、ピストは使ったものの体力が半分以上残っているババリアンキングが、この投石とアーチャークイーン、この辺をクイーンと一緒に折っていくというね、なんかもう、ほんとマジックでも見てるかのような、そんなね、ありさまになってます。で、相手のアーチャークイーン投石を処理し終わったら、もうあとは、これはもう完全に、こんだけっすよ、こんだけ。ここにガーッとこうね、バルーンを一気に、くの字型に押し込んでいって、さっきのあれですね、ちょっと長めなんですけども、こんな感じの、こんな感じ方が、ここに集まるのかな、ここに集まる、そうそうですよね。出した面の中央、点を引いた中央部分、この辺にバルーンで集まってくるんで、ここに今集まってましたね。で、そのままあとは防衛がある方にこう流れていくというような感じ。ね、これで全開まで持っていく。いやーすげえ。やっぱりね、空上手い人の攻めは見ててかっこいいですね。本当に。憧れが僕もあるんですけど、なかなかこううまくはいかないもののね、やっぱ見るとやりたくなっちゃいますね。まあでもあんまり、まあ、浮気しても良くないですね。うちにも空が上手い人は、ジョーカーさん、パンテッタさん、あとハッシーさんといてくれてるので、このお三方にもうラバルはやっていただいて、自分はね、やっぱディガフォグを、中心に頑張るのが、まあ、ポジション的にいいかなっていう気がしますね。いろんな攻めができる人がやっぱクランにいた方がいいと思う。自分のポジションっていうのもこう考えながらですね、まあ、使う戦術はみんながやんないのを基本僕やろうと思ってるんですけど、ディガフォグ使いあんまいないんで、そんな感じで。は
い、というところでですね、本日はラバル見てもらいました。いろんなラバルがあって、やっぱりね、綺麗ですね。見ててこうワクワクするのがやっぱラバルなんで、ぜひこういうレベル高いアタック難しいんですけどもね、まあなんかの一息つくタイミングでちょっとラバルまあ遊びでやってみようかなみたいな風に思う時があったら、ぜひですねこういうアタックの内容を思い出してみて、どれか一個やってみるかみたいな感じ試してみてもらえたらすごく嬉しいだというふうに思います。ぜひね成功して気持ちよく前回撮ってほしいなというふうに思います。で、本日の動画参考になっているということでありましたら、ぜひグッドボタン、あとチャンネル登録まだな方はお願いできたらすごく嬉しいです。またまた、私のチャンネルですね、タンクル13だけではなく12、11と幅広く動画を扱ってまいりますので、これからもぜひご視聴してもらえたら嬉しいなというふうに思っております。というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。